どうも皆さん、めちゃくちゃお久しぶりですね。ヒロムです。実はですね、とあるランクを上げるために何回も戦場に行ったりとか、あとはとある王を目指すためにですね、何回も死ぬのを繰り返すっていうので大変忙しくしておりました。はい、すいませんでした。あ、そしてゲーム仲間、いつでも募集しております。はい、今回紹介するのはカラーチェンジというテクニックの紹介になります。今みたいにですね、カードが変わる、色が変わるっていうものなんですけれども、たくさんあるカラーチェンジの中から僕がこれだけは覚えてほしいっていうものを3つ紹介したいと思います。カラーチェンジ単品で演じることはあんまりないんですけれども、どうやってマジックに応用するのかっていうのもですね、簡単ですが紹介していきたいと思います。それでは1つ目のカラーチェンジです。まずはこれだけは絶対に覚えましょう。アートネスチェンジから解説していきます。このチェンジの強みは結構簡単なんですけれども、囲まれてもですね、対応できるっていうのがかなり強みになります。準備段階として2枚のカードを一番上にですね、表向きにしてセットしておきます。そしたら利き手をこんな感じでカードの一番上に覆いかぶせるんですけれども、このかぶせる動きの時に、この小指の腹の部分をカードの一番上の角の部分に当てて覆いかぶせます。そうするとですね、カードがこんな感じで前の方に少しずれます。こんな感じですね。はい、こんな感じで手をかぶせると同時に前の方にずらしたら、はい、この2枚目のカードがですね、手の下の部分に当たっていると思います。そのまま手前に引いてくるとですね、はい、今1枚目のカードから完全に今外れました。そのままカードを上に持ってきて揃えてやると一瞬でカードが変わったように見えます。注意点としてはこのかぶせる動きをですね、大きくやってしまうとこんな感じで前後にですね、動いてる感じになってしまいますので、この動きをですね、できるだけコンパクトにしてやることでかなりですね、ビジュアルに見えます。このカラーチェンジをマジックに応用したい場合は、例えば適当なカードを1枚選んでもらってそれを覚えてもらいます。覚えてもらったら適当なところに戻すように見せて一番上にこっそりとトップコントロールします。はい、トップコントロールしたらこの時に上2枚のカードをダブルリフトしてひっくり返して、今から選んでもらったカードを当てますと言って、はい、この状態ですでに上から2枚目にですね、選んだカード表向きでありますので、この状態でカラーチェンジをしてやると一瞬にして選んだカードになったように見せることができます。トップコントロールとダブルリフトのやり方は以前に解説してますので、概要欄の方からチェックしてみてください。一応簡単な方法を説明しておくと、カードを1枚選んでもらったらそれをだいたい真ん中あたりに入れるように見せて、実はもう一番上に来ているというものです。これのやり方は、選んでもらったカードを上に置いたら半分を取って親指で取るように見せかけて、この時にですね、人差し指で下のカードを押さえておいて、上ではなくて下のカードを取って上にかぶせます。そして中に入れるんですが、お客様はこれ相手が選んだカードだと思ってますので、そのまま入れてしまいます。実際は上にあるままです。そしてダブルリフトは、上から2枚のところにですね、小指の腹の肉を少しだけ突っ込んで隙間を作ります。この隙間をブレイクと言うんですけれども、このブレイクから右手で2枚を1枚かのようにひっくり返す、これがダブルリフトになります。2つ目はカードを弾いた瞬間に変化するとてもキレのあるカラーチェンジです。これはカード2枚の裏面同士を合わせて1枚のようにします。そして利き手側の中指と親指で対角線上にコーナーをこんな感じで挟んで持ちます。そして空いている側の手にですね、トランプ1組を持って、そちらの手の親指と中指で空いているコーナーを同じようにこんな感じで挟んで持ちます。この状態からですね、カードを弾いてくるっと1回転させると、カードがですね、カードが一瞬で変わったように見えます。綺麗に回転させるコツはですね、左手の親指にあります。親指だけで最初はですね、カードをこう上に飛ばす練習ですね。中指押さえたままでいいので、親指だけでこんな感じで飛ばす練習をしてみましょう。カードがこんな感じで上に回転させられるようになってきたら、今度はですね、右手全体のこの2枚のカードを上に持っていく動きと、親指でこんな感じで飛ばす動きを一緒にやってみると、こんな感じで綺麗に回転します。はじめはもう綺麗に回転させるのがですね、難しいのは当然ですので、何回も鏡を見てですね、感覚をつかむまで練習してみてください。そしてカードを回転させた後はですね、そのままトランプの束の上に戻してしまえば、はい、先ほどのカードは上に残りますので証拠隠滅することができます。この2つ目のカラーチェンジも応用させるんだったら、1つ目と同じようにですね、適当に選んだカードをですね、真ん中あたりに戻すように見せて、トップコントロールしておきます。そうすればですね、あとは適当なカードを持ってきて、まあ、今からこのカードを選んだカードに変化させますみたいな話をしている時に、1枚目のところにですね、隙間ブレイクを横にずらしてここで作っておきます。その上に表向きにしておいて一緒に持ち上げて、
チェンジさせれば選んだカードに変化したっていう見せ方もできます。そして最後は手を振りながら行うチェンジです。ある程度人数が多くても対応できて変化が見やすい万能のカラーチェンジです。このカラーチェンジも2枚のカードをですね、裏面同士を合わせます。そして利き手の中指と親指で対角線上に挟んで持ちます。そして残りの指を添えます。はい、このように持ったら相手側にですねカードを向けて、はい、左右に振ります。この左右に振っている時にですね人差し指を使って、はい、このままこんな感じでくるんと半回転させます。はい、これを手を振っている中でこう行うと、はい、カードが変わったように見えます。今みたいに半回転させてしまうとですね、こうくるっと回っているのが見えてしまいますので、まあバレないようにするためにですね、できるだけ早く小刻みに動かします。こう左右にですね、大きく振るんじゃなくて、こう小刻みに早く動かす感じですね。この動きをしているときに回転させるとですね、バレにくくなるかなと思います。ちなみに実際はですね、こっち側ですね、こっち側を相手に見せて、この時にくるっと半回転させるやり方、こっちの方が主流だったりします。まあやり方はほぼ同じなので、お好みの見せ方でやってみてください。この3つ目のカラーチェンジの応用のさせ方は2つ目とほぼ同じです。適当に選んでもらってそのカードを一番上にこっそりとトップコントロールしたら適当なカードを持ってきてですねその時に一番上のカードに隙間を作って2枚一緒に裏を持って持ちます。はい、右手の中指親指でつまんだらですねこんな感じで横に持っていきます。この時にですね右手が空であることを暗に示してそのまま2枚一緒に持ちます。そして変化させてそのままですね裏面見えないようにして束の上に戻します。カラーチェンジはですねどれもそれ単品だけでも不思議に見えるんですけれども今みたいにですね応用させた方がより本格的なマジックに見えますのでぜひね自分でいろんなセリフや演出考えてやってみてください。はい、解説は以上になります。今日のテクニックをですね習得したいっていう方はぜひ高評価ボタンを押しておいてください。そうするとですねライブラリーからすぐ見返せるようになります。あとついでに僕も喜びます。はい、冒頭でも言いましたがゲーム好きな方ぜひねあなたの好きなゲームをコメントの方で教えてください。これは強制です。はい、気になるものがあったらですね僕は確実にプレイします。全然関係ない話で終わりましたが次のマジックも楽しみに待っていてください。では